萩バスセンター指導側萩バスセンターは、山口県萩市大座から日町11-2にあるバスターミナル。バスの行き先表示には単に萩センターと称されることもあるほか、地元では単にセンターと呼ぶ場合もある。萩市を通過する鉄道である山陰本線が歴史的な経緯から萩市街地を大きく迂回する形状となっているため、市街地へのアクセスを補完する目的でも受けられた。 萩市を運行エリアの一部とする傍聴交通によって運営されている。かつては傍聴バス専用のバスターミナルであり、中国 JR バス傍聴線の自動車駅である、萩市駅が、萩バスセンターのすぐ近くに設けられていたが、道路の歩道整備に伴い近接した箇所に停留スペースを設けることができなくなったことと、中国 JR バスによる営業拠点の集約化に伴い、 中国 JR バスも萩バスセンターに乗り入れることとなり、1999年に萩市駅は廃止、現在施設は撤去されている。現在、センター前にはサンライブ萩店があり、センターを利用する人が買い物をすることもある。萩バスセンター4番乗り場に停車するマールバス1から3番乗り場は、道路と直角方向にホームが設けられており、4番乗り場のみ、 道路上の停留スペースとなっている。共に中国 JR バスと共用校車専用大売り場あたりセンターが終点の場合、バスの運行の都合上約170メートル離れた県道295号線の校車専用のバス停に停車していた。2021年4月1日より乗り換え等、利便性向上のためすべてのバスが当センターに乗り入れることになった。 夜行高速バス特急バス、新山口駅、ターミナルパーク整備事業のバス動線見直しにより、北口駅前広場のみの停車となった。新幹線口への連絡は自由連絡通路を使用する。車内放送等は新山口駅で統一。スーパーは、記号も同様。ありがとうございます。